皆さんこんにちは。今日ですねコンビニで、動物の森のアミーボカード第5弾がね売ってたんで、ちょっと今日は4パックだけ開封していきたいと思います。はい、それでは私ねミッチェル狙いなんですけど、まあ出るかなって感じなんで、ちょっとねもうパッパッパって簡単に紹介していきたいと思います。それじゃあ1枚ずつ見ていきます。1枚目がシオンですね。はい、こちら多分タカとかなんだっけ、トンわかんないけど、ね、そんな感じの鳥の動物です。はい、それで2枚目がノブオ。なんだこれは、ペンギンかな、多分ペンギンだと思います。はい、そしてこちらねレックスということで、はい、そしてこちらがデジャネイロということで鳥。あーすごい、欲しかったやつだ。はい、こちらもねあのスピカーっていうんですけどね、新しいね動物です。欲しかったね、スピカー嬉しいな。はい、そして次たくみさんですね。はい、次がドンちゃん。ドンちゃんもね新しいキャラで今話題になってるんですけど、ドンちゃんが出ましたね。今回引きが結構いい感じですね。はい、次パンクスゾウさんですね。はい、そしてゆうたろう。ゆうたろう懐かしいですね、幽霊です。次リアーナ。はい、馬ですね。あーすごい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 、本当に今多分2番人気とかのジャックが出ました。今回引き強、すごい引きが強いジャックが出ました。次シャンクですね。でこちら以上です。すごいよ。ということでね今回4パックだけ開封したら、あのね本当にジャックが出てきました。あのミッチェルも狙ってたんですけどね、本当にジャックが出てきたので、ね、ジャックも狙ってたんでめっちゃ嬉しいなって感じです。すごい嬉しい、よかった。はい、ということで今回あつ森のねアミーボカードの第5弾紹介してみたんですけど、皆さんもね動物の森やってる方がいたらね本当にいいキャラ揃いになってよかったら第5弾開封してみてください。今回は開封動画でした。また見てね、バイバーイ。